ジェームズ・ポール・クラークはアメリカ合衆国の政治家であり民主党員としてアーカンソー州選出のアメリカ合衆国上院議員と同州知事を務めた。クラークはミシシッピ州ヤズーシティで生まれた。公立学校で学んだ後にアラバマ州グリーンブライアにあるタットワイルダーのアカデミーに進んだ。1878年にバージニア大学で法学の学位を取得して卒業した。 1879年には法廷弁護士として認められ、アーカンソー州ヘレナで法律実務を開始した。1886年から1888年にはアーカンソー州議会会議員を務め、1888年から1892年には同上院議員となり、1891年には上院議長となった。クラークは、 アーカンソー州の検事総長に選ばれ1892年から1894年まで務めた。アーカンソー州知事は1895年から1896年まで務めた。その任期は外して成功ではなく、プロボクシングを止めさせること及び、州役人の任期を4年間にすることの法案は、どちらも成立させられなかった。1897年に知事を辞めた後、 リトルロックの住居に移って終わりの住処かとし法律実務を行った。クラークは1903年にアーカンソー州からアメリカが州国上院議員に選ばれ1916年に死ぬまで続けた。その間第63期と第64期は上院仮議長を務めた。クラークはリトルロックで死にそこのオークランド墓地に埋葬された。1921年、 アーカンソー州はアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホールコレクションにクラークの大理石像を州の二つの彫像の一つとして寄贈した。政治や次の選挙のことを考える。政治家は次の世代のことを考える。ありがとうございます。